はい、皆さんこんにちは。どうも、惑星テレビです。嘘です、セイキン TV のセイキンです。今日はこちら、じゃじゃん、プラネットウォーターネンド全9種類。さあ、こちらなんですが、それぞれ惑星の名前が書いてあります。地球、太陽、火星などなど、まあ全部書いてあるんですけど、まあいわゆるあれですよね、水金地下木土天海冥冥界とか言ったりしますよね。はい、こちら地球なんですが、すごく綺麗でしょ。ちゃんと地球っぽい色になってるんですよね。青とまあ若干緑がかってる部分もあったりで、綺麗と、まあ見た目はすごく綺麗なんですが、どのような質感をしているのか開けてみましょう。なんとなく火星から行こう。はあ、はあ、すげえ、なんだこれ、うわあ、これすごいね、これ、このテカリ具合、プラって書いてある。うわあ、なんだこれ、はあ、うわあ、なんだこれ、すごい、はあ、柔らかい、柔らかいけどスライムとはちょっと違うかな。やっぱりスライムよりは明らかにしっかりしてますよね。スライムだったらドローンってなるんですけど、ドロドロにはならないですね。粘土としては柔らかいけどスライムとしては硬いみたいな。テカリがすごいですよこれ。ちょっと今までに見たことがない。ちょっとこねたら色が若干混ざってゴールドっぽくなりましたね。上から落とすと跳ねます。そのぐらい弾力がありますね。さあ、こちら海王星です。倍ぐらい綺麗ですね。見てください、このブルー。こちらは金星。水星です。さあ、こちらは太陽です。天王星。木星。土星です。最後は我らが地球です。 The Earth。 なんて美しいんだ。皆さん見てください、これが地球ですよ。我々の住んでいる地球です。しっかりとした質感ではあるんですが、やっぱり時間経つと結構崩れてきますね。いやー、それにしてもこのプラネットウォーター粘土、予想以上に綺麗でしたね。僕どれが好きかなって言ったら、やっぱり地球ですね。うん、やっぱ我らが地球だよね。まあどれも綺麗なんですけど、特にこれが好きです。色合いが素晴らしい。これね、最初ね混ぜちゃおうかなとか思ったんですけど、あまりにもったいないので混ぜるのはやめます。これね、もう一度カプセルに戻して僕の部屋に飾りたいと思います。宇宙は美しい。またお会いしましょう。 See you next time。ブロック演奏会やりましょう。とりあえず6個ぐらい作って、どこに設置するかっていう話なんですよ。ライブをどこでやるかだよ、こっちは。 Ladies and gentlemen, boys and girls、 本日のアーティストはこちら、ポン。ほーほーほー、ポンさん、ポンさん、応援してます。いつも聞いてます。ポンさん。